ント大丈夫かな。そう、前、そうですよね。皆さんこんにちは。こんにちは。時刻は午後5時を回りました。はい、この時間は 79.7MHz FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けします。はい、水曜日の担当は FM ギノワンスタッフのメグと、はい、陽気無邪気漢字作者のセイントこと岸本聖也と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さて今日もトロピカルビーチより、はい、海でね、はい、ビーチの皆さんこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、あとね、6時まで1時間生放送をしていきますのでお付き合いください。はい、お願いします。よろしくお願いします。さあ今日もね、なんか学生の方かな、たくさんいらっしゃいますね。まあ、スーツの方もさっきからちらほらね、いるんですけども、就活ですかね、かな。たくさんいろんな方が遊びに来ていらっしゃるんですけども、暑そうですね。本当ですよ、もう。もう毎日暑いから。夏よ。でも最近なんか雨降るよね。あ、そうですよね。なんかまた雷とかもね。そう、雷怖いから。ねえ、あ、また他の地域でも落ちてね、大変みたいだけど。うん、大変みたいだけど。ねえ。すっごい暑いからね。でも沖縄ずっとこの暑いんで、はい、今日はね、はい、ちょっとひんやりする話をしようかな。あ、いいですね。はい。思ってます。お。今日のテーマは、はいはい、ヒヤッとする話。お、大好物ですよ、もうこの話は。そうなんです、はい、だからつやくんが好きな、はい、ちょっと怖い話。あ、いいですね。でもいいですし、自分もオカルト好きなんで、めっちゃそう、怖い話好きだからね。もう怖いの好きだから、そのヒヤッとする話とか、あとはちょっと危なっかしい感じのヒヤッとした話。あ、いいですね。でもいいですし、はいはいはい、なんか奥さんから突きつけられたちょっとヒヤッとする話とか女の顔もすごいですからね。そうそう、はい、何でもいいですよ。ちょっとヒヤッとした話をお待ちしております。はい、はい、今日もメールたくさんお待ちしております。はい、メールアドレスは数字の797@fmginowan.com、 数字で797@fmginowan.com まで。FM ギノワンは電波の他にもツイキャスでも放送しております。そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページから実践ラジオで再生をクリック、スマホからは無料アプリイスラジでお聞きください。そしてツイキャスの皆さん、コメントもどんどんお送りください。こちらでどんどん紹介していきますので、はい、紹介していきますね。よろしくお願いします。はい、さて今日の1曲目ここでしましょう。はい、今日も夏にぴったりのこの曲をお届けします。久しぶりにアプリでママフェスティバル。ココアさん、お久しぶり。本当に頑張ってますか、受験。そうね、やっぱ夏期講習、やっぱ受験もあるからね、夏休み遊べないけどね、受験生は。シュープリームさんも、ありがとうございます。来てくださり、ありがとうございます、本当にもう。マナミーさん、マナミーさんこんにちは。グッさんもね、初見ですということで、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。お父さん、久しぶり。勉強してたからね、ココアさんね。うん、受験生なんだ。そうなんです。ヒヤッとする話。どうした話？ずっと晴れだ。晴れてますね、ほんとずっと。あ、マキューちゃんいらっしゃい。マキューさん、そこの方は一緒に
一応自分の後輩なんですけど、うん、一緒にこの夏休みの時とかに、うんうん、このなんかお化けを呼ぶ儀式があるんですよ。何それ高校の時やってたね、一緒にね。本当にやばかったね、この話しようね、ちょっとね。あったんで、あんまり怖いよね。なんかなんだっけ、なんとか人事だっけ、来るんでしょ、なんか全国になんか回ってるみたいな。なんだっけ、あの怖いな怖いなっていう人、なんだっけ名前あ、なんだっけ、怖いな怖いなっていう人、稲川淳二さん。もう来るらしいからね。怖いな怖いな、そうそう。怖いな、大丈夫かな。全国ツアーしてるから、そう、全国ツアーしてるから、楽しい、全国ツアーしてるから。なんとか十字、十字じゃない、順次だから。大丈夫か。そう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 、稲川淳二さん。もし、あ、今日出勤じゃないの、今日まひゅーちゃんは。青の軍団、青の軍団さん、青の軍団さん、稲川って言ってくれる。ナイスパスです。いやー、なんか、うん、なんか黒い曇りがちらほらあるから、ね、積乱雲。昨日も買い物してるときに夜、うん、急に雨降ってきて、降ってたー昨日、もう夜中もうほんとずるい、すごい雨やった。どうしようと思ってちょっともう待機してましたもん、一人で。昨日大雨やった、大雨です。夜なんか台風みたいな、3時間、そう、風も強いですよね。風もすごかった本当に。そう、嫌だな、怖いなって、そう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 、そうなんですよ。嫌だな、怖いな、怖いな、怖いなって言って。でも自分一番好きな人はもう義母愛子先生、もう義母愛子先生がもう自分も好きだったの、たた本当に。そう、もう本当好きだったの自分。大げさ好きみたいな。あ、まずここは。一番大げさ。はい、さてこの時間はお天気と道路交通情報をお伝えします。はい、お願いします。はい、今日23日ね、南東の風やや強く晴れ、ところにより夜は初め頃までは雷が出るみたいですよ。はい、そして波が3メートル、のち2メートル、うねりを伴うみたいです。で、降水確率が12時から18時が 20%、18時から24時が 20% なので雨は降りませんね、これは。はい、で、日中の最高気温が34度となっております。はい、そして明日24日、南東の風、晴れ、昼前から昼過ぎが曇りになるみたいですね。波が2メートル、のち 1.5 メートルになるみたいです。降水確率がですね、0時から6時が 10% で、6時から12時が 20%、12時から18時が 20% で、18時から24時が 10% になっております。雨降りません。そして気温が、朝がね、最低が28度で、日中の最高が34 33度となっております。はい、はい、ということで、沖縄本島地方では23日夜の初め頃まで発達した積乱雲の下元で、下での雷や突風、急な強い風に注意してください。海上や、海岸付近では23日夜の初め頃までうねりを伴った高波に注意してくださいということですね。はい、やめました。はい、ちょっとアナウンサーっぽくないですか。ちょっと自分ちょっと浮かれてますけど、今日簡単今日簡単だしてそうですけど、簡単でした。そうそうそう、はい、で
ていきありがとうございました、はい、続いて道路交通情報です、まず沖縄自動車道、故障車がありますね、上り巨大インターチェンジ付近で故障車が止まっております。そして、上り巨大インターチェンジから、宜野座インターチェンジ間工事規制があります。そしてですねもう一つ、沖縄自動車道の上り金インターチェンジ付近でこちらも故障車が埋まっているようです。夏休みなのでねちょっとレンタカーが多いかもしれない。そうですね、レンタカーの事故多くなっていますので、そうなんですよ、本当にご注意ください。そう、自分の職場も最近レンタカーでぶつけてる人いたんで、うん、やっぱり乗り慣れない車とかね、そう、ね、気をつけてくださいね。左車線、右車線の違いとかもあると思うので、うん、気をつけて運転をされてください。はい、続いて宜野湾市内の道路交通情報です。現在国道58号線王者の交差点付近で短い渋滞が発生しております。そして330号線は新田交差点付近で短い渋滞が発生しております。はい、あと県道34号線王者名から前原に向けて長い渋滞が発生しております。はい、その他のところはスムーズに流れているようです。今日も運転は気をつけてお出かけください。はい、以上お天気と道路交通情報をお伝えしました。 CM の後もまだまだ続きます。はい、こんな話になったマリリンさん、ありがとうございます。ギボアユコさん、今の若者は知らないんじゃない、やっぱ知らないのかな。いや、知らんと思う。自分本当にもうオカルト好きだったんです、本当に好きすぎるよ。もうギボアユコさん本当好きだった、超昔の人私も子供の頃ぐらいの感じ。あ、そうなんですか。うん、うんこ感じ感じ取りで終わりましたか。タイム、あのね、ポケモンのもう漢字ドリルマジ好きすぎて、もうシールも使いすぎちゃってもう使ってる、もうペタペタ使ってるよ、買っちゃったよねすぐ使いました。本当にもうすぐ、何も当たっていないのにめっちゃもう可愛くポケモン好きだからさ、本当に、あ、使ってもらってよかった。うもう漢字の成果が出ました。出てるかもしれない、出てるかもしれない、うん本当ね。あー、しましょうね。あー、テストですね。ラジオで伝えるの難しいな。確かに間違いの、すごいですね。一問一答とかも本当苦手だった、社会とか難しかった。はい、FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けしております、はい、今日もトロピカルビーチより放送しております、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さてさて、ツイキャスの方たくさんコメント来ていますので、ありがとうございます。はい、紹介してください。はい、初めの方から、初めの方から、そうですね、グスタンさんが初見ですということで、ありがとうございます。はい、そして今日ヒヤッと ね、する話なので、はい、そう、稲川淳二さんとかね、さっき、うん、あの、ね、全国でなんかやってるみたいなので、好きなんですよね。そうなんです。で、僕オカルト好きで、さっきも言ってるんですけど、うん、あの義母愛子さん、義母愛子さんは、はい、もうめっちゃ昔の人、もう義母愛子さんが本当もう好きすぎて、ほら、そういるみたいな、なんかもうすごいですね、なんか鳥肌みたいな、リアクション、そう、起こしちゃったみたいな、めっちゃ大げさなリアクション、そうそうそう、なんか私を呼んでるみたいな。こと言う人だったから、そうそうそう。で、ギボアイカさんのおかげでちょっともう心霊がブームしまして、
はい、もう青の軍団さん、ほら、ギボワイコさん、今の若者知らないんじゃない？本当に YouTube で見てみてください、本当に言ってるから。何で見てたん？自分は最初、浦安鉄筋家族ってわかります？漫画。わかんない。あれにギボワイコさんが、ちょっとなんか、まあ、ディスられてはいないんですけど、ちょっとそういう感じで。漫画に出てくる？漫画にも出てくるんですよ。そう。それに出てて、え、なんだろうと思って。で、見たら、そこで調べたら、なんかロシアとかいろんな地域の国行って、隠しちゃったみたいな、骸骨がいるわみたいな、みたいなずっと言ってるから、面白いな、この人と思って。それでね、それで知って、でもだんだんもうお化けも好きになってきて、自分はもう未確認生物も好きだし、そう、そう、心霊写真もね、いっぱいあるみたいだから。あとさっきね、はい、お天気情報をそらそら言えたねっていう話で、大塚健二さん、はい、こんにちは、夏休みもうすぐ終わりましたか。はい、うんこ漢字ドリル終わりましたか。そうね、誕生日にうんこ漢字をね、僕はもらいまして、ポケモンとうんこ漢字をね、もらって、うんこ漢字はまだちょっと見てないんですけど、ポケモンの漢字ドリルがもう好きすぎて、もう余ってる。はい、もうシールとかもいっぱいあるんですよ、また可愛いのが。はい、ペタペタ貼って、ポケモン1年生の漢字ドリルですからね。1年生から頑張ります。そうそうそう、頑張ります、1年生から。はい、ね、大塚健二さん、それで9月にテストしてみてくださいねって。定期テストね、定期テストしましょう、はい、中間テストします。面白そうだね、ちょっとね、面白そう、それね。たくさんコメントありがとうございます、はい、さあ今日はですね、はい、ヒヤッとした話なんですけども、はい、はい、シュプリームさんが早速コメントいただいてます、はい、先日、はい、奥さんの浴衣コンテストの時、早朝からバタバタとセットを予約した、美容院に行き、そこで財布に入れたはずの入場券を確認したら、なに無意識に嫁に預けていたようです。うわー、ちょっと確かにそれはなんかヒヤッとする。入場券ない。え、もうどうだったんですそれ、ね、うん、取りに行ったんですか。時間もない、やばいやばいですよね、本当ね。ヒヤッとしちゃう、それは。あるある、うん、でもそれあるかも。なんか あの行列に、はい、の並んでる時に、うん、ちょっとトイレに行きたくなって、はい、旦那さんに、私全部カバンとか持ったまま、ちょっとトイレ行ってくるって言って、トイレ行ったら、はい、思いのほか行列がどん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 先進んでいって、はい、お財布は私持ってるのに、もう順番が来てしまって、やばい。旦那がお金ないみたいな。ねえ、ヒヤッとしますね。ヒヤッとしますよね。はい、ヒヤッとしますね。奥さんにこう預ける癖があったら、そういう、ね、確かにね、感じになるかもしれない。ヒヤッとしちゃいます。はあ。ねえ、あと私この間タクシーに乗った時に、はい、おっちゃんがね、はい、すごい後ろ向いて喋ってくれるんですよ。で、バックミラー見て喋ったらいいのに、そうですよね、振り返って私の顔を見ながら喋るから、はい、2車線のところの真ん中、車線の真ん中まで来てます。ちょっとおっちゃんも向いてヒヤヒヤしながら後ろで、なかなかいないくないですか、こんなって。ねえ、ねえ、わざわざ後ろ向かうけど、ちょっと前向いてちゃんと乗ってってますね。どこの会社ね。あんなヒヤヒヤしました。しますよね。うん、喋ってくれるのは嬉しいの、うん、まあ、ヒヤっていうのは、まあ、そういうヒヤではないんですけど、うん、もうお化け関係のヒヤなんですけど、僕はね、あるでしょ、あるんですけど、昔なんか今若い子たちがなんか流行ってたなんかチャーリーゲームっていうゲームが、何それ、なんかメキシコでちょっとお化けを呼ぶ儀式なんですけど、なんか鉛筆と紙を準備して、なんかイエスとノーみたいな書くんですよ、で、もう全部窓とかも全部閉めて、うん、なんかもうチャーリーさんっていう怖い子がいるんですけど、うん、その子を呼ぶ儀式があるんですよ、I'm here みたいな英語で言うんですけど、英語で言って、うん、それで鉛筆が動いちゃうっていう、なんかそういう現象があるんですけど、何やったっけ、なんかコインとかでもなかった、コイン持ってさ、はい、こう動かされるやつ、あ、コックリさんですか、あ、コックリさんとか、コックリさんはちょっと自分はあまり信じてなくて、こ、あ、来ないんですよ、チャーリーさん、やばい、チャーリーさん来る、マジ来る、あれ、え、どうやった、どうやった、何を、自分が何を聞いた、今なんか何て聞いたのかな、なんか帰ってくださいって言った時に、うん、脳に動いちゃって、そう、ずっと脳だわけ、なんか鉛筆を十字架にして、うん、その上の鉛筆がぐるって動くんですよ、イエスとノーの向き、上がちょっとこう浮いてるからね、そう、
それでそう動き方も順調、もう落ちるわけ、普通に、普通に人間がって落ちるんだよ、からって、落ちない、やばい。で自分たちも離れてやってるから、風でちょっとね、ふーってやっても動くから、うんうんうん、あまりそれはやらないようにしたいから、うん、離れて喋るんだけど、うん、動くわけ、コックリさんより来る。で、この儀式をやった時に、まあなんか、男の子が見えたりとか、うん、ちょっとなんか、そういう不幸なことも起きるからやるなよっていうのはちょっとあるんですけど、何、うん、か怒った？自分は怒らなかったですね。大丈夫だ。はい。F君は見える人、見えない、自分見えないんですよ、見えないから好きなんですよ、自分見えないから好きなんです。はい。だから高校の時とかも、あの浦添大公園が、うん、すごくて、めっちゃ出るっていうから、あそこでみんなでクラスで肝試しした時も、うん、もうすごい、なんか、なんかこれ、ゆうさんって芸能人でほら入った瞬間、寒いここみたいな、冷えますみたいな、ほんとそれ、そう、もう入った瞬間、なんかすごいわけ、それは感じた、もう感じる、全然霊感ない人でも感じる、みんな寒い寒いって言ってたから、うん、そうそうそう、すごかった。それ夏でしょ、夏、ほんとに、もう寒かった、怖い。で、自分はもう肩が痛かったからずっとね、家帰ったら写真撮ったらもう映ってて、写真に、そう、ジオンみたいな子供が顔が映ってて、見せましたっけ？うん、見せない。持ってるんですよ、今でも。見せたい。あ、そうだそうだそうだ、うん、普通に映っててね、映ってた映ってたってね、言ってましたもんね、ほんとはっきり映ってて、それ持ってたらあかんやつやろ。で、その間自分ずっともう家とかも声、子供の声とか聞こえて、めっちゃ聞こえるんですよ。え、どうやっていなくなったの？お祓いした？なんか、お祓いしてなくて、一週間経った時に肩も治って、自分はなんか、明るい子につきやすいって言われて、子供が遊んでって意味で、遊んでっていうか、そう、それでついたんだよって言われて、うん、で女の子が霊感強い子が多くて、うん、でまたそれも脳科学的になんかあるみたいで、男の人ってなんか人の顔を覚えることが苦手で、うん、名前とかも、うん、で女の人は覚えるのがすごいで、うん、顔とかも、それで霊感強い人も多いみたいで、女の人の方が、女の人の方が、そうそう、多いみたいで、そう、めっちゃもう自分ずっともう夜とか人の声聞きながら寝てました、高校2年夏。もうなんかそれ、それを楽しんでるせいやから、自分はなんかもうハッと飲みながら、これがこうなんだみたいな、そう、だからテレビで言ってること全部嘘だったのかなと思ってたから、すごいと思って、でもあまりいないかな方がいいっすねと思う、やっぱりほんまに体験したし、うん、体験した。皆さんはそんなことありますか？マリニーさんもね、ほら、うん、私がトイレして出た瞬間にお母さんが立ってったことが怖かったこのいたずらやられたりする人いるんですか？あのね、自分の妹もするんですよ自分が出た瞬間に前に立ってる、自分がトイレ行った時とかも、妹がなんかもう、妹ちょっとすごいですよ。何が？芸能人で言ったら、なんだっけ、白鳥美玲ちゃんの役してる、なんだっけ、なんだった、あのデブの女の子、誰誰誰、女芸人、誰、白鳥美玲って分かりません、あのピカルの定理の、なんだった、あの人、渡辺直美、あ、直美ちゃん、はい、渡辺直美、痩せた顔にちょっと似てて、妹さんのと見たら多分殺されるんですけど、次帰ったらそれ似てるから、怖いんですよね、なんかめっちゃ、へー、わーっとさ、もうわーっとされるからそういうことするんですよ、そういう怖さ、そう、トイレから出てきた時ね、そう、怖いよね、本当にね、マリンさん分かりますよ本当にいたずらね、ありますね、うん、はい。で、大塚健二さん、お題ヒヤッとしたんですね、家族を残しスーパーに買い物しに、同じ車、同じ色のドアを開けたら、家族じゃない人に、お前誰だ貴様こそ誰だ、は、私の車じゃない、すいません、一つ列を間違えてましたってことがあったらしい、いや、せたらたらでした、え、そんなこと、同じ車ね、同じ車種で同じ色のドア開けちゃった気まずいし怖いね、気まずい家族乗ってると思ったら誰やねんってことやば、気まずい、気まずいね、ヒヤッとしますね、はあ、すいませんって感じ、逃げたくなる、逃げたくなりますよね、たまにあるよね、なんかカラオケとか入ってね、間違って入る、間違って入って、自分の親とかも間違えて入るからねカップルの部屋とかに、
誰なんてな、うん、多分それもねカップルからしたらヒヤッとしますよね。もしかしたらキスするときに親がねガッて開けたらもヒヤッとしますよ。それはこのおっちゃんだね。トボさんがなんだか変だな怖いな、そう怖いなっていながらじゅん怖いな。でも怖い話したら来るって言いますからね、お化けは来るかもよ。そうちょっと陰ってきました、日がちょっとねやばい来やすい環境になってきましたけど。ここでもう一曲、はい、はい、行きましょう。じゃあ、今度はこの曲です。モップオブヘッドウィーチャリング向井太一でグッタイム。怖いよー、来るかも。あ、コインある方はコインある方はぜひぜひコインもお願いします。見せちゃいそう。自分コイン投げとこうかな、うん、なんだか変だな、怖いな。間違ったらヒヤッとする。顔見てはーっても確かになりますよ、血の気吐く、うん、あ、ありがとうございます。コインありがとう。が一部始終見てたんだって。もう大爆笑よ、家族は。間違ってるね、お父さん。それはいける。すごいね。ちょっと暗くなってきたよ。本当暗くなってきたよ。本当に。本当に暗くなってきたよ。日陰はいいんだけどね。そう。怖い話してるから。チャーリーゲーム本当に来ますから。やったことないか。次ね、ぜひ。本当来る。マジで来るあれ。びっくりした。なんかよくね、もうエンジェルさんとかいろいろあるわけよ。そういうのもなんかいろんな種類ある、ありますよね。なんか好きな人を占うけど、うん、なんか下手したらなんか帰ってくるっていうのもいっぱいあるし、うん、そうなんですよね、うん、昔作ってたもん本とか。自分何を、なんかもうオカルトのなんか、何それ、どういうこと。もうなんかこれを持ってたらお化け来ないとか、これ持ってたら来るとかさ、いろんな知識も調べて、お化けの関する。あの時熱中してた、本当に。小学生ぐらいの時ってめっちゃ流行る。小学校流行りますよね。すごい怖い話とか。学校の階段とかね。あ、学校の階段とかね。そう、またアニメもあったし、流行るよね、それでは。ドアつながりですか。後でちょっと紹介します。
はい、時刻は午後5時29分、間もなく30分になるところです。はい、なんだかトロピカルビーチちょっと曇ってきたんですけど。ちょっと曇ってきましたね。はい。なあ、ちょっとこれは曇ってきたんですけど。引っ張られるかもしんないぞ。やばい、うん。引っ張られるぞ。ていうかもう、あれですよ、また、傾いかもしれない。あ、にわか雨。そうね、曇ってきて。もう本当に。最近多いからね、皆さん、ちょっと。もう気をつけてください。さあ、冬向きノアからサザンブリーズお届けしておりますが、はい、はい、ここで心理テストのコーナーをやりたいと思います。はい、はい、では今日の問題はこれ。一人の女性が車を運転して曲がりくねった道を進みながら山の頂上を目指しています。はい、さて、この山の頂上には何があると思いますか？次の4つの中から直感でお答えください。 A 美術館、 B フレンチレストラン、はい、C お城、 D 病院。自分城だな。お城。山の頂上には何がありますか？美術館、フレンチレストラン、お城、病院。お城。自分 C だな。 C のお城。はい、皆さんはどうでしょうか？ツイキャスの皆さんもぜひお考えください。はい、はい、山の頂上には何がありますかということで、私城だな。自分山の上に、じゃあレストランしよう。レストラン、うん、じゃあお城から行ってみようかな。お城から。はい、はい、C のお城を選んだあなた、はい、何が起こる？これはですね、異性に対する高望みポイントが分かります。はい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 。お城を選んだあなたは社会的地位や経済力を相手に求めています。おお、威厳の権威の象徴であるお城はあなたが異性の社会的な地位や経済力に関し高望みしやすいことを表します。自分のことは置いておいて、年収1000万以上の人がいいとか言いやすいタイプ、うん、また経営者や医師などの肩書きに弱い傾向があるようです。もう少し妥協すれば出会いの機会も増えるはず。あー、なるほどね。踊ってる？なんか確かにさ、政治家とか、うん、なんかね、あるかもしれない。社長さんとかとか、そうそうそう、いいな、羨ましいなってすごい媚び売って媚び売ってそう、へばりつくことしかできないから当たってるかもしれないそう、ナースとかね、誰もらえるでしょ、あんなのさあ、B を選んだ、フレンチレストランを選んだあなたは、はい、スキンシップの相性だって。食欲は性欲と密接な関係があります。なるほど。レストランを選んだあなたはスキンシップの相性に関して異性に高望みしやすいタイプのようです、うん、例えば、はい、相手がキスが下手だったりすると、うん、いっぺんで気持ちが冷めてしまうでも最初は相性が今一つでも付き合ううちに合うようになる可能性もありますよ。ほう、わあ、言われてしまったかマジか。実はそうでも冷めやすい、なんか、うんうん、そうではない、そうではない。でもなんか相手に対して、うん、こう自分がこうスキンシップしたい時に、はい、されなかったらシュンってなる、うん、あ、うん、同じことを求めてるのかもしれないですね。はい、じゃあ次 A の美術館を選んだあなたは、ルックスやセンス。美術館という答えは、あなたが異性のルックスやセンスに関して高望みしやすいことを表しています。はいはいはい、イケメン俳優や美人女優クラスのルックスの人でないと付き合いたくないなんて考えてはいませんか？また異性のファッションにもすぐダメ出しをするので相手に惹かれることもありそう。なるほど。美術館選んだあなた、ルックスやセンス望むらしいですね。病院か。続いて D の病院を選んだあなた、病院は従順さや素直さ、うん、病院という答えはあなたが異性に対して無償の優しさや従順さを求めすぎていることを表します、うん、自分のわがままを聞いてくれる人でないと嫌というのがあなたの本音のようです。わがまま。なるほど、でも優しい人を見つけても相手を振り回すだけの関係ではあなた自身成長できないんでしょう、うん、時には厳しいことを言ってくれる人を選んだ方がいいかも。はい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 。
心理テスト、あなたの異性に対する高望みポイントでした。はいはい、なるほどね。皆さんはどうでしたでしょうか。大塚健二さん、GO の展望台ってないからないからね。なかったね、うん、サボさん、展望台がないからお城かなって。お城は聖子と一緒だね。そのお城でした、うん、いやお城だな、ね、山の上でスキンシップ言えたどういうことですか山の上でスキンシップはしないよレストランがあったらいいなって思っただけですもうスプレースプレースプレーだよ本当に。できないできない心理テストのコーナーでした。はい、今日はヒヤッとした話でお届けしております。はい、ヒヤッとする話で間違えちゃった系のヒヤッとした話はいっぱいありそう。確かにね、なんかお化けは多分少ないはず、見える人しか好きな人でね。でもやっぱ子供ってやっぱ見えてるってよく言うじゃないですか。そう、ちっちゃい時見えるって、なんかあ、それが当たり前だと思ってるから子供も。なんか言わない子は多いと思うけど、あのちっちゃいおじさん見える人よく言うよく言う。あれでも幸せなんでしょ、見たら、うん、見たらいいことが起こるらしい。あれいいよね、小さいおじさん本当にいるんだと思う。もしかしたら月曜日の4時の番組の人、うん、この間小さいおじさんの話してた、はい、よく見るんだって。見たらいいことが起こる。この間も出てきた。なんか急に、はい、カーテンの上のバーがガーンって落ちたりする家で、よくある。FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けしております。はい、さて今日はお題がですね、ヒヤッとした話、ヒヤッとした話、はい、でお送りしてるんですけども、はい、実はですね、意味が分かると怖い話ありますね。ありますよね。そうそう、よくなんかやってるやつ、投稿とか、あるある、テレビでやってるやつ、はい、今日ちょっと集めてきたんで紹介したいと思います。はい、ちょっと頭はちょっとね、悪い人はちょっと意味が分かるかな、意味が分かるかな、そう、そこなんですよね。ちょっと大丈夫かな、自分っていう感じで。ゆっくり行こう、ゆっくり、はい、はい、友達とキャンプに行きました。はい、遊び疲れてブラブラ一人で歩いていると、長い釣り針が、はい、下は川で、落ちたらひとたまりもないような高さ、はい、スリル感を味わいながら渡っていると、いきなり踏み板が外れ転倒しました。はい、幸い転倒用ネットがね、はい、あったので、はい、それに引っかかって事なきを言ったんですが、はい、不明に気づいた友人が急いで助けに来てくれました。はい、私は死ぬかと思ったと言ったら、はい、友人は大丈夫だった、本当ロープくらい修理してほしいよな。え、終わりですか。終わり。全然わかんねえぞ。自分は踏み板が外れて落下したのに、はい、この友人はなんでロープが切れたと言ったんでしょうか。
なんで？よかった？なんで？殺そうとしたの？そういうこと。ロープを切ったんですよ、自分は。何それ？っていう話なの。意味が分かったら怖い。サイコパス。これサイコパス。サイコパスな感じ。サイコパスこれ。じゃあ次行きましょう。はい。ある日、トイレが汚かったので、はい、ブルーレットを置くだけあるよね。あ、ありますあります。はい、設置をしてそのまま見ました、はい、次の日起きてトイレで、用を足した後に流したら、はい、青色の水がバーって便器の中に流れていって、はい、とても綺麗になりました、はい、いい匂いもするしやっぱ買って正解だったな。おしまい。はっ、よかった。え、あの青い水が流れるやつって、はい、上に置いて、ジャーってやったら、うん、中のタンクに水が溜まってから、出るじゃない。出る。一回も、機能設置してから流してませんけど。え？朝流してなんで青い水が流れたんでしょうか。いるの？もう一人。いるかもしれない。っていう話。何これ、怖いね。ちょっと意味が分かった、怖い。俺の息子は時々写真でも画像でも人の指、人の顔を見ると指でじっと刺すという変な癖があった。指を刺された人間が必ず3日以内に死ぬということを知ったのはつい最近のことだ。今日もテレビをつけようとした時、息子はじっと指を画面に向けて刺していた。ついたテレビには大物議員の姿だ。へえ、こいつも死ぬのか。おしまい。テレビをつけようとした時、息子は画面をじっと指刺していた。わかった。わかった。え、自分ってこと？そう。だって黒でしょ？嘘でしょ？怖い。怖い。これ怖いね。そう、そういうことね。だって黒だもんね。テレビは自分の映るもんね。何これ。自分が刺されてた。これ怖いですね。意味がわかる。意味がわかると怖い、これ。続いて、はい。とある廃墟に幽霊が出るという噂があった。僕は友達と共にその廃墟に。廃墟の中はいろいろなものが散乱していた。何台もあるエレベーターの前まで行くと血痕のようなものが壁に付着していた、うん、2人は上の階へ向かおうとしてエレベーターのボタンを押した。次の瞬間エレベーターが降りてきた。え？降りてきた。廃墟に遊びに行ったんだよ。廃墟に遊びに行ったんです。行ったんだね。電気が通ってる。あ、そっか。はずはない。ないだ。エレベーターが降りてきたということは、その瞬間エレベーターが落ちてきたかもしれません。怖い。怖いな。怖い。どうなんだ。怖いな。怖いな。大丈夫かな。怖いな。もうできるよ、全国。これ稲川名義でね、できるよね、絶対ね。できるよ、これ。気づいたら怖い話。気づくかな、そう、気づくかなって言ってね。はい、次に行ってみましょう。高校時代の友人から、はい、話がありました、はい、まずい、彼女から12月25って違う、12/25ね、12月25って何か分かるってメールが来たから0.48 って返信をしたんだ、はい、けど2日間連絡がない。何か間違えたのかな。分数もできない大学生って思われたかな。うわ、マジでどうしようっていう相談を持ちかけられた。こいつは本気でダメかと思った。0.48? これ実は12月25って何か分かるってメールが来たってね、文面で見たら12/25になってる。12スラッシュ、あ、で12分のってことですか。
そう、25分の12。ああ、そういうことですか。と思って 0.48 って彼女に返信したんだって。やばくない？え？何？12月25って何の日かわかる？クリスマス。って返信して欲しかったんですよ。あ、なるほど。彼女はクリスマス、クリスマスだねって。あ、そういうことね。そう、クリスマスの予定どうするっていう話をしたかったのに、うん、男の子は 0.48 って返信をして、うん、2日間も返信が返ってこない、どうしようって本気で悩んでた。うん、それはダメですね。うん、はい。マジでダメだね。これマジダメだね、これは。あ、そういうことね。これちょっと怖いね。ちょっと怖いね。これちょっとね、ゾッとしますね、これは。はい。これは、うん。じゃあ最後に。はい。はい、最後の怖い話です。彼と付き合って3年になりますが、はい、未だに子供を授かりません。はい、結婚はまだですが、いっそ子供ができれば踏ん切りがつくと彼も言うのです。愛する彼の子供、どうしても欲しいのですが、3年もできていないのは僕に種がないからでしょうか、それとも私の体に問題があるんでしょうか。投稿者、東京都早くママになりたいさん、27歳男性。お、え、27歳男性、うん、え、意味わかった。お、男の人が産む？ってこと？ってことです。この方ゲイだったんです。付き合ってたのは男性です。あ、そういうこと。私たちには子供ができませんって本気で悩んでいたっていう。あ、そう。意味が分かったら怖い話でした。あ、そういうことね。そういうことでした。ピュアなんだね。ピュアなのね。なるほどね。はい、そうなのね。なるほど。はい、じゃあここで一曲お届けしましょう。はい、スーパーフライでビューティフル。意味が分かった。意味が分かった。そういうことか。稲川メイグで回れるかも。稲川メイグで回れるもね、これね。わかるかな、わかるかな、わかるかな。わかったら怖い話でした。面白いね。面白い。みんなの顔、前半本気で怖いやつ。前半怖かった。すごい、と思った。そういうことかってことが多かった。はあ、嫁さんに内緒にしてたこと、していた、うん、していたあることがバレて、今怒りの電話かかってきて、20分以上説教。やっとした。怖いよ、それは怖い。え、それは趣味でバレたってこと？なんかの内緒にしてたあることがバレちゃった。趣味でバレたってことですか？それは そっか。でもなんかいいですね。自分は見てて幸せだなって思います、本当に。うん、奥さんがいる、奥さんが怒ってくれるってさ、もちろん怒られたいから、そう、いないじゃん、怒ってくれると。そう、真剣に、ね、いいなと思います。真剣にいいなと思います。タオさん、最後の笑ったね。いいね、最後もちょっとオチが面白かった。面白かった。そこに、ここにね、写真が欲しい、ここに。欲しい。ここが熱い意味です、ここが。ほんと。眩しい。尊敬
気増しだったのに、また帰ってきちゃった、ね、サボテンは玄関に置きました。あ、そうなんですか。この間もらった。あ、いいですね。うん、かわいい、飾ってます。ぜひぜひもね、あんまり水あげすぎたら。そうですよね、あれサボテン難しいよね。ちょっとずつ、うん、1日に1回とかぐらい。あれむずいよね、水あげない。いや、サボテンテレパシーを送ったらなんか言えないですか、うん、あれって本当なんですかね。本当かな、この作とかね、うん、昔、何やったかな、スターチスかな、なんか一人暮らししてる時にベランダで花育ててて、ですごいそれがさ、株がどん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 増えてきて、はい、いっぱい花になって、プランターいっぱいに、はい、で、ある年すごい花咲いて、はい、その年はすごい自分も調子いい年で、いろんな仕事がうまくいったりとか、はい、いろんなことがうまくいってたんだけど、はい、次の年もうめっちゃ体調崩して、はい、もう肺炎とかにもなった年は一個も花咲かへんかった。私の体調によるんや、この子は。あるかもね、そうなんですか、植物は。全然違う。いや、もう自分滑舌悪いからめっちゃ怒られてるもん。本当に覚えも悪いから。さん、こんにちは。はい、じゃあ、はい、お届けした曲はスーパーフライのビューティフルでした。はい、さあ、ここから、FM ギノワからのお知らせを少しさせてください。はい、もう今週末になりました、はい、26日土曜日、ビューティーさんの番組今日はいい日、明日はもっといい日の放送100回記念公開生放送スペシャルイベントが開催されます。こちらのイベントがですね、バー JJ で行われるんですけども、チケットも完売しちゃいました。なので、チケット持ってないよっていう方は19時から、生放送で大丈夫、放送しますので、はい、2時間ぜひお楽しみに、お楽しみに、はい、聞いてくださいね。19時からスタートです。はい、よろしくお願いします。はい、そして、こちらトロピカルビーチのライフガードと一緒に楽しく学ぶビーチプログラムがあります。はいはい、水に親しむ基礎的なことから海の楽しさ、海の危険性を身を守るための知識等を学ぶプログラムがあります。次が8月26日土曜日、はい、時間が午前の部が10時から1時間、午後の部が14時から1時間半となっております。お気軽にお問い合わせください。電話番号が 098-897-2759 です。ぜひ皆さんプログラム、トロピカルビーチのジュニアプログラムお問い合わせください。はい、はい、そして千斗くんからのお知らせを。はい、もう2週間切っちゃったのかな。もう2週間切りましたね。はい、もうね、ちょっと緊張してます自分も本当に。はい、皆さんね、9月の2日、3日、土日ですね、お盆ですよね、また沖縄って。そうですね、確か、そうなんですけども、はい、土曜日がですね、7時からです。はい、7時からなので、まあ、6時半からね、ちょっと会場が空いてるみたいなので、はい、7時に来てもらえれば。で、日曜日が、1時と5時の時間帯になっております。2回ですね。はい、日曜日は。タイトルが、腰抜け男ども、義理と人情は女が見せてやるという、はい、舞台をしますので、もういろんなところでメディアとかでもう、すごいです、うん、もう。たくさんね、はい。で、なんか、琉球新報さんも来てもらって、うん、すごいなんか、いろいろ出してもらえてるので、うん、頑張らないとなって。本当に今どうですか、ケイト君は。もうなんか上がり緊張してしまって、緊張してしまって、そう、すごいんですよ、意外と。なんか普通になんか1日だったら言えることとかも言えなくなってしまって、はい、あ、どうしようと思って、めっちゃ東さんにも怒られたから、
だからもっと頑張らんといけないですよ、本当に。もう追い込みだよね、そうですね、あと1週間ぐらい。そう、だからなんか一つ一つのその言葉とかもなんか大事にしないといけないっていう意識をしてて、うんうんうん、でもこっち筋肉痛なんですよ、下が。そう、下の。へー、筋肉痛なんだ。なんかあまりさ、下を使ってないから自分多分悪いんですよ。だからちょっと今回筋肉痛してるからちょっとなんか痛いんですよね、なんか。いやでもそれを乗り切ったら、そう、きっとうまくいくよ。頑張らんといけないですもん。もうちょっとなんでね、頑張ってください。もうなんかネガティブにならないようにね、頑張っていきたいんですけど、初舞台だから。そうなんです、楽しみにしてます。ぜひぜひね、もう楽しみに、私も見に行きます。そうなんですよ、めいみさん来てくれるので頑張らないといけな い, い, けないです、これ本当にね、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします、ぜひぜひね。はい、はい、ありがとうございます。今日ももう間もなくお時間になってしまう。そうですね、もうツイキャスの皆さん、たくさんコメントありがとうございます。ありがとうございますね。全然読み切れなかったんですけど、はい、たくさんメールありがとうございます。はい、はい、ということで、水曜日担当はメグと、はい、セイントでした。はい、この後も FMD のはまだまだ続きますので、続きます。また来週、さようなら。さようなら。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。このチャンスを生かさないとね。そう、加算といけない。みっくんさんもありがとうございますね。ギリギリにね、大塚さんもさっきなんか花の話、確かにそうかもです。あ、本当。すごいね、あるんだ、やっぱ。うん、そう、育ててる人によるかも。へえ。あるある、ね。サボテンもちょっとめでて育てます。ちょっといいことが起きるようにも。皆さんね、また来週会いましょう。また来週。はーい。